シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなければ超究極赤ちゃんやってくってやつだぜ。さあ、というわけで今回は、先ほど超究極の、攻略動画出したんだけども、今回、特殊演出があるということを聞いたんで、やっていきたいと思います。というわけでやっていこう。この、三人を、おお、もうこれでいくわ。いく。この三人を編成して攻略すると、特殊演出が出るらしいから、それを今回ちょっと、見に行くわ。まだ見てないから、楽しみ。多分原作再現してくれるんだろうな。まあまあ、そもそもしてあるんだけど。で、今回、ああ、もう、炭治郎今回、コネクトスキル満たしてないから、超アンチワープじゃない、超マインスイーパーないという状況で、猪之助が、すごい怖いんだよ、これも。いや、これ猪之助に来るよな。いや、さっきの攻略動画の時に、違う属性のモンスター、乙骨とか、いろんなキャラクター試したんだけど、やっぱり、アップしてないのに属性効果、すげーやられるのよ。だから今回、ちょっと猪之助が怖い。いやー、煉獄さんの非属性耐性 M ってそういうことか。いや、そりゃそうなれば、すごい、これ、しかもピンポイントで一体ボンボンボン来るから、一体変なのいたら危ないわけよ。危ない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 。ちょうど危ない。まあ、そういうクエスト。で、いい感じのね、おすすめキャラクターは、複数体、その攻略動画で紹介してるから見てくれたら嬉しいぜ。ヒルバンすんなよ。うわ、危ない危ないな、マジで。おそらく多分最後の方で出てくると思うんだけど、まあ、ちょっとね、気になるよな、そこは。いや、煉獄さん強いわ。マジで。いやー、でもほんとSS バイルスの件申し訳ねえ。15倍だったわ。使ってみたで。まあ、俺2ヒットのこと言ってたじゃねえか。まあ、あれ結局全部2ヒットだったから、ちょっとね、判別できなかったんだけども、15倍でした。申し訳ない。で、炭治郎で、右ハマる。あー！ほぉマジ？俺は、俺の責務を全うする！ここにいる者は誰も死なせない！お前も鬼にならないか？ならないなら殺す。おお、そう、あれ、すごっ。あ、そこ、そうなの、離れる、これあ、あそこ変わるんか。すごいな。あとも他のコラボも変わってたか、あそこ。ごめん、最後だけと思ってたから。あ、変わるんか。すごいな。これでいけるか。あ、いや、いいね、本当に。それで炭治郎君右側で行ってはまれる。ちょっと角度厳しいか。ブリ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 ドッカーン、オッケー、ブリブリドッカーン。炭治郎、すごい気合入ってんな、さっきから。いや、いいわ。全力を出せ、俺に集中しろ。どうあがいても人間で。で、まあ、SS 使っていきます。いや、猪之助じゃないよ。猪之助じゃなくて、猪之助は、下の電車に倒して上がっていきます。ちょっと待って。申し訳ない。多分これ相当急いでるから、神々、おかしい言葉言ってると思うけど、ちょっと SS 使っていきますか。いや、めっちゃ急いでるからな、これ。これで、底力なしで、底力もあって大体1ゲージ飛ばせるぐらいなのよ。だからちょい残る。やっぱこんな感じだよな。まあ、でも、十分じゃないこれ。で、もう一回撃っていくわ。で、これでラスゲを楽にしたい。行ってこーい！え？クリティカル！嘘！え？え？ちょっと待って、なんか撤退？
体ボイスも変わってない今。変わってない。え、ちょ、え、どういうこと。ちょっと、あ、これ、これ炭治郎で言ったら、なんとなく原作詐欺じゃないこれ。え、待って。これでギリ残ったら、逆になんか原作再現じゃないこれ。ドハハハ。いや、伊之助がやるんかい。まあ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 、オッケー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 。まあ、ということで、で、来るよ、多分。見えなければ、煉獄さんは負けてない。誰も死なせなかった。お前の負けだ。煉獄さんの勝ちだ、バカ野郎。はい、ということで、特殊戦争ありましたと。いうわけで、よかったらお試しあれ。いや、いいね。こういうとこ、本当に。うわー、マジいいわ。じゃあ、抜けてください。あばん。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。